こんにちは、サックス奏者の門口圭人です。今日もこちらお茶の水にあります下倉楽器さんで撮影をしています。今日は私が持っているこのソプラノサクソフォンを吹き比べてみようと思います。7本のソプラノサックスをご用意しました。まず1本目は柳沢の SWO2 を吹いてみたいと思います。WO2 を吹いてみました。パッと吹いた感想はすごく楽器自体が軽くて吹奏感もとても軽かったです。でなんですけれども、吹いた時の音色とか響きはしっかりとしていて、すごく芯も太いですし、柳沢ならではの音色というのが感じられたかなと思います。私が普段セルマーの金メッキの楽器を使っているので、特に軽いなと感じてしまったのかなとも思います。お値段37万円ですけれども、すごくコスパのいい楽器じゃないかなと。ネックがつながっているタイプなので、吹く時にストラップとちょっとぶつかってしまうので、使うストラップを気にしなければならないなという感想です。では次いきます。続いては柳沢の SWO10 を吹いてみたいと思います。柳沢の WO10 を吹いてみました。先ほどの WO2 と比べると重さもしっかりありますし、やはり吹いていて抵抗感というのが増しましたね。まあ、その分なんというか音もよりしっかりしますし、広いところで吹いても遠くまでしっかり響きそうな感じがしました。柳沢らしい音色、私には日本風な音色に聞こえるんですけれども、とてもいい楽器だなと思いました。アルトの時と印象が同じで、上から下までまんべんなく吹きやすいというのが、やっぱり柳沢のいいところだなと。ビブラートをかけた時にその倍音の広がりっていうのをすごく感じます。より深みを帯びて、すごくいいなと思いました。続いてはヤマハです。ヤマハの YSS675 です。
YSS675 を吹いてみました。ヤマハの1本目ということなんですけれども、パッと吹いた感想は少し軽めなんですけれども、すごくレスポンスが良くって、初級者モデルの方から中級ぐらいまでの方があるんじゃないかなと私は感じました。ヤマハのアルトは少し高音が出しにくいなど感じることがあるんですけれども、この楽器はそんなに感じなかったですね。ミとかファとかも全然気にならずに出ました。柳沢 WO2 とほぼ同額の37万5千円の楽器でした。このヤマハ675と柳沢の手の位置ですね、違うなと思ったんですけれども、ヤマハの675の場合はちょっとこのサイドキー、ここですね、 C3 の距離感が少し長いかなと感じました。実は私昔ヤマハ吹きだったんですけれども、ちょっと懐かしさも感じております。続いてはヤマハの 875EX を吹いてみたいと思います。ヤマハの YSS875EX を吹いてみました。いかがでしょうか。やはりいい楽器ですね。私が吹きたいなと思った音楽的な流れをすごく叶えてくれる楽器だなと感じました。やはり先ほどのモデルに比べるとどっしりとしてますし、響きもすごく重厚な感じです。なんというかこれプロ向けというか、さらに上級者向けの楽器だなというのを感じました。機能的にもですね、かなり、吹きやすいなと感じるんですけれども、柳沢と比べると少しここが遠いんですけれども、慣れてくればこういうものかなとも思います。抵抗感も675に比べるとかなりありますので、どれだけ吹き込んでも楽器が応えてくれるなという感じがしました。クラシックだけじゃなくって、多分いろんなジャンルでこの楽器使いやすいんじゃないかなと思います。もうちょっと吹きこなしていろいろ曲吹いてみたいなとすごく思った楽器でした。ヤマハの3本目は YSS875EX ハイGキー付きです。先ほどの 875EX と何が違うかと言いますと、ここに1個キーが足されています。これは、ハイゲーハイ G ですね、高い層の音になります。でこの高い層のキーなんですけれども、先ほどの柳沢のこの WO10 にもついておりました。それでは吹いてみたいと思います。
ナゴ EX ハイゲーキー付きの楽器を吹きました。めちゃくちゃいい楽器ですね。吹き手を調子に乗せてくれる感じがしました。吹いててすごく楽しくなってきて、ちょっとボレロも失敗しちゃうくらい楽しく吹きました。 875EX の値段と比べてみると2万円しか変わらないんですけど、全然違う楽器ですね。私が買うならこっちかなっていう気がしました。というのもですね、音色どうでしょうか。 875EX の方が少し太くて、こっちの方が少し細いというかツヤがあっていいかなと感じました。すごく伸びやかで、ホールの一番後ろまで届きそうな感じがします。吹奏楽やアンサンブルでもいいですし、私たちのようなプロの演奏家で例えば現代曲をやるっていう時にもこの楽器はすごくいいんじゃないかなと思いました。高音域もすごく素敵なんですけれども、この中音域から低音域にかけての厚みのある色っぽい感じとかもまたこの楽器素敵でしたね。すごく音楽性を爆発させるような曲も吹けるし、かなりこう緊張感のあるツンとしたような現代曲なんかも表現できる、すごくポテンシャルの高い楽器と感じました。続いてはセルマーのジュビリーシリーズ 2S80 です。59万、一番高い楽器です。吹いてみます。シリーズ2を吹いてみました。私がセルマー吹きということで、親近感はあるものの、2をあんまり吹いたことがなかったので、あ、こういう感じなのかと知りました。セルマーらしく音がスーッと伸びていく感じというのがありますよね。すごく艶やかで軽やかで、こうトントントンと進んでいくような感覚のある音色です。そうですね、私がこのタイプにちょっと慣れてないからかもしれないんですけれども、他の楽器と比べるとこう構えた時に少しこういう曲線のような感覚があります。もちろんまっすぐなんですけれども、右手が少しこう上の方に上がっている感覚がありましたね。あとは、高音のミーファーファシャープですね、この辺りの抜けっていうのがやっぱりすごく気持ちいいなと思いながら吹いていました。どうでしょうか。今日吹いた今までの中では今のところ一番ヤマハの 875EX ハイゲーキー付きがしっくりくるなという感じで、最後に私の楽器もちょっと吹いてみたいと思います。この楽器はセルマーのジュビリーシリーズ3金メッキ、そしてネックは最近変えたスターリングシルバーです。そして今日使っているマウスピースは SP3 というバンドレンのものになります。そしてリガチャーは BG で、リードは今日はダダリオの3プラスを使っております。今日並んでいる楽器の中では一番高価で、多分2倍ぐらい値段が違うんじゃないかなと思うんですけれども、吹いてみたいと思います。Thank you.
でした。先ほどの2と比べますと、このハイゲーがこちらの楽器にもついています。やっぱりこのソのキーがあるとめちゃくちゃ便利で、私はやっぱりついているのをおすすめしたいなと思います。難しい曲になってくるとフラジオ音域もソプラノサックスも吹かなければならない時があるんですが、その時にやはりこのキーついているのとついていないのでは全然違うので、もしも余裕があればこのハイゲーのキーがついた楽器を購入されるのがいいんじゃないかなと私は個人的に思います。もちろん慣れている楽器なのですごく吹きやすいんですけれども、今日なぜ下倉さんの楽器を使わなかったかというと、このジュビリー3のソプラノサックスがめちゃくちゃ人気で、在庫がないそうです。ということで今日は私の3を持ってまいりました。ここまで7本のソプラノサックスを吹き比べてみましたけれども、いかがでしょうか。今日私が7本吹いた中ではヤマハの YSS875EX ハイゲーが一番いいかなと思いました。値段もいいし、それ以上にすごくいい楽器だなと思いました。多分どんな人が使ってもこの楽器はきっといい音色を奏でてくれるんじゃないかなと思いますし、すごく扱いやすいのでいいなと思います。もしソプラノサックスどれにしようかなっても言われている方は、今日だったら私はこの楽器をおすすめしたいなと思いました。今日吹いた中では 875EX ハイゲーが一番良かったんですけれども、もちろんここに並んでない楽器もたくさんあって個体差もめちゃくちゃあります。で、きっと皆さんお好みの音色っていうのがあると思いますので、たくさん吹き比べてみてほしいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ下倉楽器さんにいらしていただいて、たくさん試奏をしてください。サックス奏者門口圭人でした。